こんにちは、すじのこです。さあ釣りスピリッツ続きやっていきましょう。さあまずはガチャから回していきましょうね。いつも通りのガチャから。ボタンを押してルーレットを回す。ルーレットスタート。ルーレットスタート。2を狙ってふん。こい。あーダメだこれ。25か。またメダルゲット。最悪、ハズレが続きますな。さあ今日のクイズは何でしょう。タラコはタラの卵、トビッコはトビウオの卵、じゃあブリコは何の卵。いやブリじゃないな、聞いたことない。ハタハタじゃない。ホッケとかもあんま聞いたことない。俺やっぱりな、ちょっと聞いたことないで調べちゃいましたね。調べたというか当てずっぽ。ハタハタなんだよね。ハタハタの卵って噛むとブリブリ音がするからブリコって言うんだって。いや食べたことない、食べてみたいな。ブリブリ言うなら、でも居酒屋とか行かないからなかなかああいうの食べる機会ないんですよね。一つ知恵比べといこうかな。このクイズ解けるかな。10メートルを超えるジンベエザメ、彼の主食は次のうちどれだ。体長10メートルを超えるジンベエザメ、イカの王様はオリイカ。いやこれね、多分プランクトンだと思う。やっぱりね、なんか聞いたことある、サメプランクトン食うんだよね確かね。口バーって開けて1日に大量に食べるから、総量は魚を食べるより多くなるんじゃよ。なんかプランクトン大量発生の時にサメはじゃあ大喜びなのかもしれないね。さあじゃあ今日もガチャを回していきましょう。じゃあ岩場からですかね。どのガチャを回しますか。よし、岩場ガチャを5回。なんかすごい真っ赤なのがいたな。金色、金色。一応レアは5は出ましたね。どんな魚が出てくるかな。2個出た。被らないでほしい。カスザメ。やったね、おめでとう。カスっていう名前がついてる。どうしてなんだろうね。なんでカスなんだ。ハマフエフキ、全然聞いたことない。美味しそうではあるけど。魚ゲット。カゴカキダイ、あの隠れクマノミみたい。あ違う、エンゼルフィッシュみたい。かガザミ、聞いたことない。渡りガニっぽいけどね形は。おお、ゴールドキハダ。あ全部被りませんでしたね。やったぜ。さあもう一回、じゃあメダルガシャ始めてやりますか。5回分。ほい、どうでしょう。来い。あいいものが来るかも。最上級ではなかった。どんな魚。さあどうでしょう。被らないでいっぱい。オオモンハタ。次はカゴカキダイ。うわー気持ち悪いゴールド糸巻き人で座布団みたい。赤たち、やりました。すでに持っている魚はメダルに変えて。メダルは1でしたね。1メダルじゃちょっとしょぼいね。何回回しどのガシャ、行きたいガシャを選んでね。ここが一番今のとこ期待値高いかね。次の、次のスタンプは2種類だからもう5回回しますか。ここで行きたいガシャを選んでね。ブルーホールでメダルガシャ5回。これで次のやつやりたいね。次のとこを回したい。次に金色、どうでしょうか。あと2個出てほしいね。どんな魚が出てくるかな。魚ゲット。よし、ヒラメゲット。うちの近くヒラメ取れるんですよね。ハコフグやりました。50匹達成。モンスターアンコ。すげえ。もごもごしてる。ジャバズハットみたい。さて、3個増えたのか。やりました。目標達成。カエルの池か、次は。ちょっと楽しみですね。ジャバジャン。改築完了。次25だからちょっと厳しいな。何回回しどの行きたいガシャを選んで。オッケー。さてじゃあ今日もやっていきますか。果たして水族館オープンできるんでしょうか。じゃあ独独伝説、なんか続きが発生しましたね。続きをちょっとやってみましょう。独独伝説
確か今回は長かった気がするぞ、ステージが。エリア選択、新しいとこ、これ、毒の花畑、やばそうですね。どんぐらいどんぐらいやばいのか。おー、なんか深海で毒って感じ。場所的には毒。うわ、何あれ、なんか渦巻きがいっぱいだけど、どんな感じなんでしょう。さあ、じゃあ行きますか。よし、まずは2500キロチャレンジミッション縛りしますか。なんかコメントにチャレンジミッションでやってくださいよってあるんで、じゃあやりますか。今回ちょっと毒の花畑やりますか。チャレンジミッション縛りで2500キロいきます。よし、第9章、花畑の奥を目指して。奥を目指して、どうやってあの渦巻き進めるんだろう。すごく綺麗なイソギンチャクさんがたくさん。でもここが毒の元の海。毒の元の海なんでしょうか。毒レーダービンビンで振り切れそうだよ。このエリアは毒が強いので、体に毒を持ったお魚さんたちだけが住んでるみたいですね。毒に気をつけつつ調査を進めましょう。毒々しいですね、確かに。この花畑にダイブしたいところだけど。はい、お分かりだと思いますが、イソギンチャクも毒持ちです。イソギンチャクか、うわ。ここで生存戦略豆知識。イソギンチャクといえば、うん、隠れクマノミの家になることが多いって知ってた。イソギンチャクは、はあ、確かに隠れクマノミには毒を出さないんだよ。だから隠れクマノミはイソギンチャクに隠れられるんだ。へえ。でね、面白いことに隠れクマノミのいるイソギンチャクの方がいない方より成長が早いんだって。え、なんで。簡単に言うと、隠れクマノミが敵を追い払ってくれるから。なるほどね。イソギンチャクは伸び伸びと成長できるってことみたい。目玉みたいで、集合体恐怖症の人怖くないこれ。毒の使い方も考えられてるってことだよね。これぞ毒の神秘。隠れクマ、クマの実、こっち見んな。めっちゃこっち見てなかった今。よし、2500キロ釣りましょう。じゃあスピード重視だっけ。これはこれはスペシャル関係ないもんね。このふ、よし、いくぞ。魚キャッチ、80秒未満クリア。いくぞ。大きい魚を狙って網を投げよう。ちょっと待って。はい、オッケーオッケーオッケー。魚を大量に捕まえたよ。はい、あーちょっと弱い。ここはい、あれちょっと なんか変わっちゃう。ちょっと最悪。もうよし、いい感じに。はい、オッケー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 。お魚さんが大量。あと54秒。あんまり。はい、あんまりか。はい、あもう雰囲気やばそうなのがいっぱい。え、2500ってむずいね。ちょっと待て、おい、ちょっと待て、これなかなか難易度高いぞこれ。ちょっと待って、これはむずい。なるほど、ちょっとやり直しますか。じゃあチャッチャカチャッチャカ、うまいことあの重なってるところを狙わないと厳しいね。これはこれは必殺技とかないからな。ここよし、大量に捕まえたよ。さすが網投げ名人。オッケー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 、いいぞいいぞいいぞ。このこっちへ、ほい、おお、絶対いい、絶対いい感じ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 、ほい。あー、これは一個しょうがない。これここここここ、ほい、オッケー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 、めちゃめちゃペースいい、めちゃめちゃペースいい。ほい、おわ、大量じゃなかった。ここほい、うん、まあまあまあ2個オッケー、2個オッケー。ここはいはいはい、ああオッケー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 、タコいっぱい。この調子です。はい、2匹。はいはい、大量ゲット。はい、ああ、待ち、ミスった。残り60秒。大量ゲット。200。はい、オッケー。さあ落ち着いていこう。ほい、え、マジか、え、マジか。ちょっと待って、残り10。よし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 、これいったんじゃない。
絶対いった、やったよかった、2回目できました。あぶねー、よかった、すごい、やったね、すごいです、さすがゴッドアンクラ。最初の時と比べてちょっと決まりましたね、重なってるとこが。さあ進めるぜ、好きなステージを選んでくださいね。いきましょう、毒魚3匹120秒くらいやったっけ。毒レーダーがますます反応してる、近くに毒魚がいるよ。なんだろう毒魚、これはあれだよね、スペシャルためが通用しますよね、コメントで教えてくれましたね、スペシャルためをしてリテイクしてって感じ。これちょっとやらせていただきますか。じゃあやっぱりね、チャレンジミッションやるには多分厳しいと思うんで、毒っぽい見た目の魚を釣り上げよう。 あれか、毒系はこれか、ちょっとなんかカニが来てんな、ちょっと一応見てみます。ウルトラパワー中ゲット、ゴールドクラス、ゴールドクラス、ウルトラパワー上ゲット。さあ、ウルトラパワー上ゲット。89秒、ちょっとどんぐらい強いのか、ちょっと一回試したいけどね。一回、カニ早い。カニがめっちゃんこ早い。カニ来ちゃう。ウルトラパワー上ゲット。ゴブリヒット。どう？ああ強い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 、これやっぱり同じでウルトラパワーをちょっとしっかりゲットしないと多分クリアできないな。ウルトラパワー中ゲット、ヒット、スタンがね一匹も、普通にスペシャル使って一匹も捕まえられないのやばくないですか、やばくないこれ難易度、おかしいっしょ。でゴールドの方が捕まるでしょ、こうやって。これはやばい。これはヤバタンですね。ちょっと捕まえる練習しよう。ほら後ろ向いたらもうダメなんだな。さすが難易度高い。これ最後のステージなんですかね。普通に倒せないっていう。これウルトラ必殺技ですよ、全部使ってんの。やばすぎやろ。ねえ、ウルトラ必殺技使いまくってこのあれってやばくない？もうだってウルトラパワーも捕まえてるし、なんだこれ、一匹も捕まんないのはやばいって。真面目にやってんだけどな。何がダメなんだ。頑張ります。だんだん難易度下がってたりしてんのかな。さあ10あるからここで待って、ここでしっかり捕まえたい。あーもうこあのカンクルッと回られたら終わるんだよな、ほんと。来い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 、君来い、最悪。ウルトラパワーショーゲット、来い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 、毒魚来い、毒魚来い、毒魚ヒット、来い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 、よし、オッケー、はい、ウルトラパワー中ゲット、無理、ウルトラパワー中ゲット、無理、来い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 、君来い、よし、さあ来い、よし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 、いいぞ、キュ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 来た。さあ、あと1匹、ほい、ウルトラパワーしっかり貯めて、あと40秒、さあ来い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 、どっちが来る、あ、どっちが来る、よし、やった、よかった、クリアできた。チャレンジミッションやりました。じゃあ必殺技増やしちゃったけどね、何回もやり直して。オッケー。できました。さすがゴッドアングラ。やったぜ。
青い水餃子。水餃子。エボシ。水餃子だな本当に。一匹に見えるでしょ。でも違って、ヒドロチュウがたくさん集まってカツオのエボシになってるんだよ。何ヒドロチュウってやめて、ちょっと気持ち悪くなってきた。同じクラゲでも水クラゲとかとは違って、群体っていう多くの古虫の集合体として生活してるんだ。それぞれの古虫が毒を持ってて、刺されると電気ショックを受けたみたいな刺激があるから電気クラゲとも呼ばれるんだよ。やっぱあれなのかな、刺したら死んじゃうのかな。エボシ類の幼魚はこの毒に身を守ってもらおうと思ってカツオのエボシにくっついてるんだ。これぞ生存戦略豆知識。いやいや恐ろしい。選んでくださいね。18匹釣り上げよう。バクチョウ。よし頑張ります。なんだか海の匂いがきつくなってきたね。毒レーダーも壊れそうな勢いだよ。ここのお魚さんたちの声は怒っているような声です。毒が強くなっているからかもしれません。なるほどな。この先から大きな声が聞こえてきます。ここで大きな声を出してるってどんな魚。君がいれば無敵だよね。そんなヤバいのいんの。行くぞ。でもバクチョウだったらさ、あのグレートみたいなでかいやつよりちっちゃいのいっぱい釣った方がいいんじゃない。さあ行くぜ。90秒未満で18匹。魚群を狙うとたくさん魚が釣れる。ああ魚群そっちか。それか。いっぱい捕まえて、よし、そのまま捕まえたい。やりましたね。18匹で、しっかりと。ウルトラパワー大ゲット。やったね。ウルトラパワー超ゲット。お魚さんゲット。さすがですね。ほい。ウルトラパワー超ゲット。ウルトラパワーをしっかりゲットして。ウルトラパワー中ゲット。いけるいける。よし。18匹。すごいすごい。ちょっと待ってね、ここのをしっかりゲットする。ウルトラパワー小ゲット。ウルトラパワー中ゲット。ウルトラパワー中。これで決まりです。魚ゲット。ゲットしつつ、ほい。ウルトラパワー中ゲット。ウルトラパワー大ゲット。ちょっと待った。やりましたね。ほい。残り30秒。2匹か。残り30秒。ほい。ウルトラパワー小ゲット。ほい。いやー、残り15秒。え、来た。あ、違う。あと2、あと1匹も最悪。最悪だ。さあ16秒。よいしょ。少なくなってる。4匹。どう？やった？やった。よし。チャレンジミッションクリア。よくやった、ね。よかった。すごい。できました。すごいです。さすが。ゴッドアングラー。ゴッドアングラーになれたよ。よし。好きなステージを。また毒魚。毒魚やだ。またまた毒レーダーの反応が。さすが毒の花畑。よく見て進んでいこう。また毒かよ。強いんだよな毒は。毒魚やばい。強い。毒っぽい見た目の魚を釣り上げよう。さてとね、ウルトラ必殺技ゼロなんだけど。マジ。ウルトラパワー大ゲット。やりましたね。ゼロからスタートなの。ウルトラパワー中ゲット。ウルトラパワーを稼がなきゃな。120秒未満でクリア。いって今机に当たった。痛い。指が死にますよ。ステージ選択戻るにしちゃったらゼロに戻るよね多分ね。ちょっと一旦ゼロスタートなんでストックゼロでしょ。一旦ちょっと戻って簡単なとこで戻しますね。必殺技貯めます。よし。稼ぎました。すごいです。さすが。好きなステージを選んでくださいね。ストック9個できましたね。ちょっとガチャ回しますか。ボタンルーレットスタート。行きましょう。はい。
お、いいんじゃない。来た。やったね。やったね。毒魚はもう本当にね、めちゃくちゃ本気でウルトラ必殺技ばっかりやんないと。まずこの毒魚をしっかりと来い。よし、ナイス。まんじゅうガニ。そうなんだ、ウルトラパワーを貯めます。毒魚が来ないかな、来ないね。あ、ここいる、そこいるんじゃない。毒魚いるでしょ、これ。さあ、これを思いっきり、よっしゃー、やったぜ。やったぜ。これはこれで嬉しいです、僕は。そんなんで嬉しいですかって、嬉しいです。嬉しいです、僕は。さあ、毒魚来ないかな。毒魚どこにいる。誰もいない方に毒魚がいないんだが、待って、あ、ここにいるんか、あそこにいるんか。なるほどな、こっちに。おい、目の前ですよ、目の前ですよ。来ない。来ないんかい。あ、来い、絶対来る。よし、さあ、ここから、よっしゃ。やったね、できました。できました。いい感じに釣れました。しゃあ。すごいです。さすがゴッドアングラー。ゴッドアングラーになれたかな。やったね。なんだ？カニ界きっての強毒モンスター。フグと同じ気持ち悪い。フグのトキシンを中心にいくつもの毒を持ってるって言われてるんだ。やばそう。浅瀬の岩場なんかに住んでるから磯遊びでもよく会うんだよ。本当にすべすべした虫まんじゅうみたいな感じだから。ナイスなネーミングだけど軽く食べれないな、これは。よりによって強毒を持つこのカニに食べ物の名前をつけちゃうなんて。毒の話ってやっぱり面白いでしょ。食べる前だったのかな。さあ、エビルモンスター箱王勢だって。大きな影が。聞こえていた声はあのお魚さんの。どれどれ。なんだ、真っ白になっちゃったぞ。お、来たぞ。うお、怖っ。怖っ。この一番左の子と声一緒な気がするんだけどな。よーし、釣ってやるぜ。さあ、どうだ。よし、オッケー。ロッドも完璧になりましたと。タイムボーナスは2秒だけど、まあ、チャレンジミッション狙いなんでね、あんまりタイムボーナスは気にせずに行きましょう。さあ、来たぞ、勝負。でかっ。大物しか見ないからな、僕は。さあ、勝負。こっちから来る？こっちから来るか。ほい。さあ、ここで一発で、まずは一発で仕留めたい、これ。よし、これは大丈夫でしょう、さすがに。よし、オッケー。あと一匹。さあ、このファンファレが長いからね、地味にね。はい、ダイゲット。はい、やりました。ここ、オッケー。さあ、全部ウルトラ必殺技使っていきますよ。さあ、ここ3、2、1、よし、オッケー。できました。50秒残してチャレンジクリア。必殺技はほぼほぼ全部使いましたね。なんとか倒せました。オッケー、やったぜ。すごいです。あ、なんかレアカードになってんね、チャレンジミッションが。やった、レアカード結構もらえたな。すごいです。やったぜ。ライセンスランクは9になりました。ふぅ、すごいすごい、釣り上げた。いやー、いつトゲが刺さるかとドキドキしちゃったよ。本当だよ。す
それほどでも。ここに毒化の原因があるのかと思ってましたが、ん？まだ奥があるみたいですね。地図にはない場所です。ほう。この奥に何か隠されてるのかも。エビルモンスターハオコゼに話聞けそう？これで奥に行ける感じなのかな。はい、お話があるみたいです。へいへい、ノリ。クリリンが言ってるみたいに聞こえちゃう。僕鍵の王の力が必要だ。なんだ鍵の王って。鍵の王？鍵の王といえば幻エリアに連れてってくれるっていう魚だよね。何幻エリアって。名前は聞きますが、最近全く目撃されていません。鍵の王の奴らは海の毒のせいでちょっとばかり休んでた。レジェンドのボスたちが持つ。何レジェンド？4つの鍵のかけらを集めりゃ目を覚ますぜ。やると決めたらやり遂げろよ。何レジェンドのボスって。なんか報酬がいっぱい受け取れるようになりましたよ。毒の花畑クリア、お疲れ様でした。あなたのおかげでここまで調査が進みました。はい。レジェンドエリアの話を聞いたことはありますか？全くないです。レジェンドエリア通常の海流ではたどり着けない特別な海です。どういうことだ？この4エリアに分かれています。絶滅したと言われる生物たちがひっそりと息づく超古代の海。え、まだまだあの、もしかしてステージ。え、とりどりのお魚、もう終わるのかなと思ってたんだけど。竜宮城、ロボット魚さんたちが。ロボット魚って何？え、そんななの？海底マグマの中で生まれた新種ドラゴンの。おいおい、すげえのをつることになりそうだな。レジェンドモンスターと呼ばれる大物が存在するのですが。ほら、ワクワクしてきたぞ。最近の海の毒化の影響で毒への耐性を得たアナザーレジェンドが。ねえ、レジェンドでももう伝説のアナザーレジェンドってどういうこと？アナザーレジェンド、どれだけ強いんだろう。アナザーレジェンドはこの4体です。どれどれ、どんなの？なんだよこれ。ちょっと待って、右。おい、ちょっと待って。おい、魚じゃねえ。レジェンドエリアの魚じゃねえだろ。次の目標になります。おもろ、ちょっと。いいじゃないですか。ほう、ちょっと面白いっすね。レジェンドエリアには宝玉の力で行くんだよ。まずは超古代の海に出発だ。へえ。第9章クリア。9章クリアしました。なんとかね、あのチャレンジで全部クリアできましたよ。行きたい場所を選んでくださいね。ということで、じゃあ次回は超古代の海ですかね。全部なんか毒っぽくない？全部毒になってんのか。いやー、これはちょっと楽しみになりましたね。面白そうだ。ということで、ガチャは回せないんでね、今回はじゃあここら辺で終わりますか。また次回は、ガチャをしっかり回しつつ、レアのやつが増えたんじゃない？多分、あ、1枚しか増えてなかった。はい。毒毒伝説楽しくなってまいりました。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは、ツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。